はい、どうもこんにちは、ケンジです。本日なんですけども、皆様に重大な発表があります。なんすか？今回は、企業案件です。イエッ！どっから来たんすか、そんな。今回、企業案件受けたとこなんですけども、こんな僕に企業案件をくれたとこなんて、もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、今回ね、案件をいただいたのはこちら、バン、レセプションスニーカーですね。いや、いいじゃん。ジェンです。何をね、紹介したいかと言いますと、はい、前回皆様にいろんな多大な影響を与えたスニーカーくじを今回やっていきたいなと思います。いや、好評だったっすよね、あれね。好評だったんだけど、前評判が最悪すぎたからね。まあ、そりゃそうだね。まあ、これはね、僕が海外行ってる間とかにね、スタッフがね、ケンジ君、あんだけスニーカーくじは絶対嫌だっつってるけど、売り上げつくんだったらこれしかねえよな、やるかみたいな感じで進んでたらしくて、やったら意外と好評だったっていうね。ただ、SNS でボコボコに叩かれたっていう。そうなの？めちゃめちゃ叩かれてましたよ。次はこんなことやろうとしてるよ、みたいな。こんなのやりえねえとか、こんなゴミやるんてるんてるんとか、YouTuber も言ってましたからね。YouTuber も、俺はこんなものに金は絶対払いたくないって見てて、ああ、そうですか、みたいな。ただ、あんな状況でもあっても、いや、ケンさん、これは最後のチャンスだと。俺は応援するから、買うからって言ってくれた人が結構いたんですよね。そういったお客様がね、かなり多くいたので、結果的には大成功っていう形に終わりました。もう本当に好評だった感じです。はい。この前もね、風俗行くか行かないかっていうインスタライブをした時も、やっぱりそのスニーカーくじを絶対やってほしいですみたいなのも、結構いろんなところが声いただいたんですよね。こんな限界なインスタライブやってたの？俺はよくやりますよ。やめてくれ。海外にいたら俺はよくやるんですけど、そういった感じで本当に大好評だったんで、大好評ってことはさ、またやってもいいってことやん。もう大好評だった。すがすがしいな、顔。そう、大好評ってことは、ま、もう一回やっていいってことだから、今回は僕のこれとこれ入れた方がいいんじゃないっていう、完全に利益を削ってるまでしてやるスニーカーくじなので、皆さんね、参加してみてくださいという感じですね。で、皆さんが気になるラインナップなんですけども、はい、こちらを見てください。じゃん！よくね？ね。って俺は思うんだけど、どうですかね。旬なものが結構入ってる、ね、そうなんですよ。できれば旬なものを入れたいなっていうわけで、うちらの在庫がいっぱいあるものと旬のものを混ぜました。まず旬なものはこちら、はい、ティファニーですね。はい、こちらね、前回よりも相場が上がっております。あら。なんですけども、まあ、くじ入れるかというわけでくじ入れさせていただきました、はい、トラビスオリーブ、こちらのね、オリーブね、ちゃんとデカサイですよ。ちゃんとデカサイです。はい、違いません。僕がね、やっぱり気になるのこのエアジョーダン3ですね。ね、これ大丈夫なの？大丈夫です。全然大丈夫です。これいっぱい持ってるんで、いっぱい仕入れてきたんで、こちらも対象ですね。まだラッキーグリーンであったりとか、はいはいはい、ジョーダン1のパンダとシカゴですね。ここら辺やっぱり皆さんが好きなとこなんじゃないかなと思って入れさせていただきました。今回は前回と違って、これも最初から言わせていただきます。前回、ストーリーでいろいろ追加したんですよね、ポンポンポンと。そうだったね、なんか後からじゃんけんみたいなね。そう、ね、今回紹介するのはこちら、じゃん！ファーストワン賞。こちらなんですけども、くじ販売して一番最初に注文したお客様が対象の商品ですね。だからまあ、変な話で言うと、6000円出して、ナイキ SB エアジョーダン4パイングリーンが手に入るっていう、はいはいはい、めちゃめちゃお得っすよ。お得だね、これね。まあ、一番最初にっていうところがね、競争で負けるかもしんないってとこがやっぱりあれかなっていうところですね。うち、人気ないんで。まあ、そうなんだよね。前回も販売してからすぐに買ってくれたお客さんとかいたんですが、はいはい、やっぱ売り切れるまでに3日ぐらいかかったんで、しゃあないなと、はい、ファーストワン賞も手に入りやすいのかなと思ったんで、早いもん順とかね、そういうのが好きな方のためにファーストワン賞を入れさせていただきました。ぜひ6000円で一発このパイングリーンを手に入れてください。これも追加しました、ベニーバイ賞。名前ダサ、めちゃめちゃダサい。何にも思いつかんかった、うん、まあまあそうだね。これね、めちゃめちゃ買った人が対象の賞です。くじを販売して一番多くの注文をしたお客様が手に入る賞ですね。これはえぐいよ。ブラックファントムですよ。大丈夫なの？まあまあまあ、普通に利益削ってるだけなんで、はい、全然大丈夫です。普通に利益削ってるだけなんで、はい、全然大丈夫です。前回がこれ、4つ買っただけで対象のお客さん結構いましたね。すごくない？単純計算したら。2万4000円ぐらいで、しかもこのファーストマンションメニュー賠償に関しては、含まれてないですからね。はいはいはい。だから、ブラックファントム当たったら、他のスニーカーも当たる可能性もあるっていう。まあそうだよね。抽選対象だもんね。そうそうそう。だからこれはこれで別途として考えられるので、はい、これはもう激お得な賞ですね。確かに。
メニュー賠償ってことで、まあリスクもやっぱりあります。競い合いになっちゃったらね。そうそう、うん、競い合いになっちゃうから。でも今回動画でこうやって公表してるってことは、前回よりもアクセスがやっぱ多分多くなると思うんで、はいはいはい、そんなに多くも買えないんじゃないかなと俺は思ってます。なおさらラッキーみたいな。まあそうっすね、みんな一個ずつでさ、1000人が挑戦したらさ、もうそれで終わりだ、終わりだから、もしかしたらメニュー賠償2個買っただけで対象になるかもしんないしみたいな感じになると思うんで、心理ゲームです。まあそうだね。前回は3個としては4つ購入したお客さんの中から3人ぐらいいたのかな、はい、そこは抽選ですね。まあライブで抽選してっていう感じだったんで、こういった感じでやるのでぜひね挑戦してみてください。で、ハズレなんですけども、皆様からのご指摘があったように今回はサイズを選ばせていただきます。前回はオペレーション上ランダムじゃないとちょっときついなっていうこともあって、はい、ランダムでやらせていただいたんですけど、今回はサイズを全部選ばせていただきます。というのも、普通に社員をこき使えばこれは可能だっていうことが前回勉強できたので、はい、今回からは L と XL の中から選択できるようにします。ただね、例えば300人 L を選んだ場合 L300 もない可能性もあるんで、その場合は申し訳ないんですけど XL になる可能性もあります。申し訳ないけども、そこは XL にさせていただきます。ただ半々ぐらいだったら多分ちょうどいい感じであると思うので、まあ そうだね、そこは調節という感じですね、うん、オンラインでの 10% 割引券も今回付けさせていただきます。これ結構好評で 10% 割引で買うお客さん結構多いよね、はいはいはい、10万円のものとか 10% オフで買っていくお客さんとかいて、ドックだよね、めっちゃやめてほしい利益めちゃめちゃ減るみたいな。まあまあまあ、でもそれもねしょうがないものなので、 10% 割引券も今回について同額の6000円になります。ちょっとね、くじ数は増えているんですけども、これも公表しないよりはいいかなと思うじゃないですか、はいはい、全部300値といっても今回はねこうやって YouTube 上で宣伝してるから多少競争率は上がると思うんですよ、うん、っていうことを考えれば妥当かなっていう感じなんで、はいはいはい、ぜひねこの早いもん勝ち勝負ファーストマンショーを手に入れたり、一番多くのものをねお金で物を言わしたい人はねメニー賠償ぜひ挑戦してみてください、はい、これは結構いいとは思うんだけどね、ラインナップ的にも、うん、前回もインスタグラムのライブ配信でこういった感じで盛り上げてやったんで、多分次も盛り上がると思うんで、はい、ぜひ皆さん挑戦してみてください。こちらのね期限なんですけども、ショップコレクションって覚えてます？はい、長野県にあるショップコレクション、はいはいはい、某クリスマススニーカーくじ事件起こした栄太郎くんって知ってます？知ってますよその人たちと5月7日ぐらいに長野県で集まってなんかイベントするみたいな、ケンさんも来てくださいみたいなこと言われたんで、はい、ぜひそこでね発表したいなと思うこれもう俺許可取ってないから、そのコラボ大丈夫なの？わかんないわかんないけど、うん、インスタライブでは炎上コラボって言われてるんですけど、はいはいはい、人のお店で発表するっていう、いいよ別にショップコレクションのインスタグラムと俺のインスタグラム同時でやってもいい。あら、ゴールデンウィークね入る前なんですけども、まあ、入ってるか30日だからね。というわけでね、5月7日までの販売になるので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。で、前回は完売しなかったらキャンセルにしますよって言ったんですけど、今回はそういうことしません。多分売れるから、まあ、そんなことしなくて大丈夫だろうと踏んでます、はい。で、5月、6月になるんで最後の長袖チャンスかなっていう感じ。まあそうだね、梅雨も入るし、ね、最近寒くない？ちょっと寒い。だから中に着るね、T シャツとしては最適なので、はい、最後です。 T シャツは多分最後、今ある在庫の中では最後ですね、はい、次はね、もしかしたら半袖になるかもしれないし、うん、もう T シャツは入荷しないかもしれない、うん、全然あるんで、今回のラストの T シャツをね皆さん手に入れてみてください。販売なんですけども、今から数時間後の4月30日の夜10時から販売させていただきます。これからですよ。ファーストワンショーはマジで本当にお得なんで、うん、ぜひ皆さんこれ狙ってみてください。メニー賠償に関してはくじも多くやれば当たるかなみたいな、前回は4枚買って当選したっていうお客様がいるので、ぜひそれも挑戦してみてください。まあこんだけやったらもうやりきったかなっていう感じはします。そうですね、はい。というわけでね、ゴールデンウィーク始まって早々ですけども、うん、福が来るように祈っております。数時間後皆さんお楽しみに。そんな感じでね、今回の動画終わりたいなと思います。じゃあね、バイバイ。